予選を通過したんだ本当かやったな <laughs> 普通に料理を作ってたら通っちゃったおっと調子に乗っちゃいけないよね今日はあなたたちに頼みたいことがあるんだ新しい試作料理を作ってみたから味見してもらいたいのそれで何か助言があれば欲しいんだけど ああ、そうなんだしかもオイラたちシャンリンの料理をしょっちゅう食べてるからあまり客観的なことは言えないかもオイラたち以外の人に何人か試食してもらった方がいいと思うぞなるほどそうだねうんそれなら最初は北斗姉さんがいいかも確かに北斗なら頼もしいしちょうどいいかもな よし早速北斗を探してみようぜこの時間なら不頭にいるはずだよ料理を包んで不頭に行ってみよう 一緒にいるみたいだ。北斗姉さん、真言、お話し中？シャンリンか。ちょうどいいところに来た。あんたの話をしてたところなんだ。北斗さんがあたいたちを船に招待したいとさ、船の兄弟たちが会いたいって言ってるらしいぜ。 私の常連客だからねたまに北斗姉さんの船で食事の世話をしたりするんだよそれに最近信玄も船でライブしたいって言ってたよね最高の音楽はみんなとシェアしなくちゃないつか時間があったらあんたらも聞きに来てくれよそうだ私今年の料理王決定戦の決勝に進んだんだ試合で出す料理を作ったんだけど みんなに一食してもらいたいのおおいいぞちょうど酒のつまみになる、まああ腹が減ってたところなんだ早く食べさせてくれよおひょーこの風呂ロンジービン最高だぜこんなうまい料理をつまみにできるなんて幸せだな <laughs> なんだか みんなすっごくテンション高くないかフーロンジービンお食べください水晶エビこの3つの料理は全体的に薄味な感じがするなえっとこれ3つとも薄味って言えるかあたしらいつも海の上を行き来する人間は常に選択肢というのが少ない特に遠くへ後悔する場合食料を節約しなきゃならないんだ だから、陸に戻った時ぐらいはちょっと脂っこい熱々の料理が食いたいんだよ北斗と行幸の好みって全然違うよなそうだな北斗さんの好みはアタイやシャンリンに似てるんだ行光、あの女とはそりが合わない好みが違いすぎて一緒に食事ができないんだからな でもこの前話してた時は仲良さそうに見えたぞ力がきっ抗してるのも一種のバランスなんだよそういえばあいつが食べてた白菜のお湯煮を見たときはあきれて物も言えなかったぜすげえわかるぜ白菜のお湯煮は確かに上品で見た目が綺麗かもしんねえけど味に面白みがない やっぱ口に入れたら炸裂するような味の料理が一番だあたしの試作料理深淵も薄味だと思う薄味というかなんだかリズムが足りないって言えばいいのかな同感だ味は申し分ないが大会に出すと考えるとちょっと気迫が足りないなリズム気迫 料理にそんなもの必要なのかリズム気迫シャンリンならリズムを理解できると思うぜただアタイはミュージシャンだし料理に関しては素人だアタイの助言なんかそんな気にしないでくれよそんなことないよシンエンとオクト姉さんの言うとおりだリズムそして気迫うんなんだかつかめた気がする 私も料理しながら同じことを考えてたんだ新しい組み合わせなのになんだかビビッとくるものがないというかズバッとくる一撃が足りないように感じてたんだよねなんだかつかんだみたいだなでも料理と音楽に共通点があるのかああんん 余計何言ってるのか分かんないぞオイラをからかってるのかよーし改良の余地が見えてきたお,おうまくいきそうだな思い切って挑戦しろよあんたは優秀なんだから絶対に優勝すると思うぜシャンリン以上の料理人はリーウェコーにまずいないからなそうだよな北斗さんなんだかんだ言って シャンリンは私が一番見込んだ。料理人だ。私が認めるような奴はこの世にそういないんだぞ。<laughs> 私頑張るよ。ありがとう。それじゃ応援してるぜ。私は深淵と一緒に一旦船に戻る。シャンリンあの二人は好みが偏ってたけど大丈夫なのか？ 薄味が好きな人も探してみたらどうだ確かにね北斗姉さんは油多めの熱々料理が好きで深淵は辛いものが好きうーん念のため他の人の意見も参考にした方がいいかもね薄味が好きな人は…あ旅人、誰か心当たりあるか誰のことだ なるほど確かに薄味だなじゃあもう一回ボージョラ館に行くか何何に誰のことこの前会えそうで会えなかった人のことだぞああ<お>思い出したぞ名前を呼んだら駆けつけてくれるんだったなでも名前を呼んだだけで本当に聞こえるのか もう少し静かで町から離れた場所で試したほうがいいかもな行 <noise> け <noise> じゃあ3人で順番に呼ぼうえ私もやるのオイラが最初な こ反。ショー。何も反応がないみたい。うもう一度だ。ショー。<laughs> うん、<laughs> おい、まさか来ないんじゃないか。つまり呼んだら駆けつけるって。 すごい人があなたたちに約束してくれたのでオイラたちとじゃなくてこいつとだけ約束したのかもなるほどねじゃあ旅人が試してみようよパイモンたら勘違いしちゃってぬざ残念 なんだうわ本当に来た我の名を呼んだだろう。どうした約束したことを我は必ず守るあっという間に駆けつけるなんてさすが仙人え仙人なのえっと、ショーって呼んでいいのかなこんにちは 私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの私はシャンリー料理人です今年の料理を決定戦の決勝に進出したからそれに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて客我がかはいあなたは薄味が好きだって旅人から聞きました薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって 意見を聞きたいんです。お前の願いであるなら。よかろう。やったー。はい。どう、どうだ。食べられるか。無理するなよ。うん。なかなかに美味だ。 ったら歓喜は待って泣いちゃうかもお前のその手際よさはある料理人を彷彿させるお前はそいつと同じで心を満たすいい料理を作る二人とも悪くない腕だおい翔が言ってる料理人って現象のことじゃないか強いて言うならばこの二つの副菜は。 我にとって味が少々濃かった少し手を加えればより良くなるだろう我の所感だ深く気にすることはない参考にするか否かはお前が決めろうんうん副菜の味薄めっとメモしたよ仙人さんありがとうございましたあえて嬉しかったですならば我は猿としよう <laughs> またいずれ本当に来るとはな今もう一回呼んだら来てくれるかな冗談だって旅人パイモンいろんな人に試食してもらってどうしたらいいか分かったよおおよかった苦労した甲斐があったなこの考えを形にするため帰っていろいろ試してみるよ 本当にありがとうそうそだ決勝戦は玉境台でやる予定だから必ず見に来てねおう応援してるぜ <laughs> うん勝ってみせるよ <laughs> これでよし 今年のリーウェイ料理王決定戦の決勝へようこそ私は委員会に指名され今大会の審判兼司会を担当することとなった演妃だあっ演妃だ演妃もこの大会に関わってたのか今年の料理王決定戦はリーウェイ七星主導のもとさまざまな機関が運営に携わる大会となっており予選と決勝戦の2段階に分かれているすでに予選は終了し ーの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた本日その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている決勝はこれよりこの場で皆の前で行われるぞ審判として私は委員会とリーユエを代表し決勝戦の公平と公正を保証する続いて本大会の審査員を紹介しよう審査員は委員会の者のと観客に分かれている 委員員会のの審査員はこ天チュエン亮光殿悠遍国政殿そしてベテランの食通王この3名に加え委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び両選手の料理を味見していただいた後投票をしてもらうつまり計13名の審査員がおりそれぞれ2名の選手に票を入れることになる。 票数のの多い方が今年の優勝者だおお盛り上がってきたぞそれではいよいよ待ちに待った選手入場の時間ださあ2人とも左に立つは敵下州予選のシード選手包丁に漂う香り怪盗の胸覚現象。よ,よよよよろしくみんなわあ 現象も決勝戦に進んだんだだなでもなんだかすごく緊張してるみたいだぞ「ゲーショーいつもの調子を出せ!」「お前はオーナーと支配人の自慢だろー!え」お「おう右に立つはリウェコー予選の実力派王者モーカの嵐妙主の料理娘シャンリン」ああそして。 彼女の謎の助っ人無名の生き物クオパーだみんな私頑張るよーさあ選手たち私に先生を料理王決定戦の決勝戦士として全力を尽くし正々堂々と勝負することを誓ってくれ料理王決定戦の決勝戦士として全力を尽くし正々堂々と勝負しますえっと 料理王決定戦の決勝選手としてぜ全力を尽くし正々堂々と勝負します私も公平・公正・平等を原則に決勝戦を見届けよう続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう皆さん今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します私は天中園行幸 主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわテーマは「陸水の儀」よ「陸水の儀」今年の月酔い祭の食とサンガにぴったしだな大地と水の流れその両方を表現してるみたいだうーん奥が深い本大会に細かな決まりはないわ。 二人には料理で勝負してもらう提出する料理は審査員の好みを狙ってもいいし実力で会場にいる全てのものを魅了するのももちろん歓迎それでは2人の活躍を期待してるわ決勝戦の調理時間は1時間主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらうそれじゃあ準備はいいかなでは リユ料理王決定戦決勝はじめみんなにお前の実力を見せつけてやれ旅人とパイモン <laughs> 試合を見に来てくれてありがとう安心して最高の料理を作ってみせるからよーしはじめるぞー いつどおりまずは火を起こそうグオファー火をふけショは副菜の味を薄めにって言ってたよねそうすれば主菜の味が引き立つし深淵の言ってたリズム感も引き出せそう d u s 算数は元から薄味だから。 <副>菜公平を期すため。 ジョジョジーは今日の主役だから迷わずみんなの助言通り少し胡椒を入れて風味をアップさせよう。 以上の様子がなんだか変ららおやおやおっと会場でチンジが起きているようだシャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている審査員の皆さんこれはどういうことなのだろうかこの謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で2人で1つであることは事前に知らされているのだがこの状況は一体問題ないわ。 そそれに、その助っしねははは若者同士の対決は実に素晴らしいわしはこのまま見届けるとしよううん <laughs> これについては私が説明するわこの決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるのそして双方が今大会の規則に違反してないことが 確認できてるわシャンリンは優秀な料理人でその助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもあるシャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている助っ人にできることは火をつける程度よシャンリンの腕前からすれば薪で火をつけようが助っ人を使って火をつけようが大差ないわみんなが心配するのもわかる助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて 確かに変な光景だものけど今は同じようにゲンショ選手の傍らでゲンショの応援をしてるつまりこの助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ味方もその相手も励ましている公平な助っ人よそうだよグオーパーは私の助っ人じゃないただ料理をしてるところを見るのが好きなのゲンショのそばに行ったのも きっととの緊張をほぐすためだと思うみんなに保証するゴーパーは試合の邪魔をしないというよりも現象が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな私も防女旅館でゲンの料理を食べたことあるんだ彼はすごい料理人だから本当の彼と正々堂々勝負したいの なるほど面白いじゃない天王寺あなたはどう思う文句などないあのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃということで我々委員会と審判はこれを認めるよって試合は続行だ現象大丈夫俺もよくわからないんだ ものすごく緊張しちまってくそ、こんなに手が震えるなんて深呼吸して気を楽にして私もそういうことがあったからいい方法を教えてあげる心の中で平気だって繰り返すのもしくはお父さんのこと思い出して親父をそんなんでいいのかだって私はそうしてきたんだもん ララえっとじゃあおふくろのことを思い出してみるかあお前は戻ってくれ俺は大丈夫俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからなならないよだって料理は完成してるもん何 <laughs> 俺も負けてらんねえうんうんその息だよすご腕なんでしょ本気出して この前ゲのショウが作った料理は最高だったよ俺はそうだ俺ならきっと大丈夫シャンリンあとそこのえっととにかくありがとうすぐ仕上げるから時間だ両者ともに料理を完成させた次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう 完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ私の料理は主菜ジョジョジー副菜リーウエサンス天津水晶エビ料理のテーマは陸水の儀海と陸地の両方をつまり獣物肉と鶏肉そして海鮮を使ったの私の主菜ジョジョジーは 鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ絶運の唐辛子は山々で育った山の幸で鶏肉は空からの恩恵だね D 上算数にも鶏肉をそしてハムとタケノコを使ってるこの料理も山の恵みを感じられて辛さと鮮度暑さと冷たさが絶妙なバランスをとりジョジョジーと相性がいいの最後の水晶エビは米。 エにんじんで人参る作る料理だよ米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包みプリッとした食感に仕上げてあるエビは海のおくりもの米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合いほんのりと甘みのある味になるんだ最後の一品にぴったりでしょうーん素晴らしい解説だった 続いては厳翔選手料理の紹介を俺の料理は船長賞ミントの和え物エビのポテト包み揚げだシャンリンが言ったように陸水とは海と陸地を意味する空を飛ぶ鳥地を歩む獣泳ぐ魚やエビ俺が使った食材もこれらのものだ船長賞はリーウエの名物料理俺は防除旅館の料理人としてこの料理こそが 旅館の切り札だとずっと考えてきたこの料理は複雑で食材の扱いが非常に困難だ燻製したハムカニエビとマツタケを使用してるこの試合に敬意を表すため作った主菜だ副菜のミントのあえ物はすっきりとしていて船長賞の濃厚な味とピッタリだろうそしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ 濃厚なスープを一口飲んだ後に食べるとこれ以上至福な時はないわーこんなに離れてても香りがここまでうーんもう我慢できないぞそれでは審査員の皆さんどうぞご試食を素晴らしいわどちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね エビのポテト包み揚げをもう一つああいや二人の料理をもう一度味わってみるわシャンリン選手の発想は実に面白い冷菜を主菜にするとは大胆なことをしておるこのジョジョジーはとても独特じゃ冷菜とはいえ唐辛子は炒めてあってほのかに熱を感じる 噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり実に素晴らしいこの船長賞とても美味しいわりゆえ算数の味付けもちょうどよく上品な味わいねうん素晴らしい出来だわそれでは審査員の皆さんじっくりと考えて投票してくれ。 また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼むキい！ーオイラたち選ばれなかったぞどうして審査員にしてくれなかったんだ本物の食通なのにオイラに審査させないなんて損してるぞうーん イ<お> <laughs> こんなにおいしい料理とすご腕の料理人がいっぱいいるけどオイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな皆さんお待たせした投票結果の集計が済みその結果が行幸殿に渡されたそれでは行幸殿リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ 今年のリーウエ料理王決定戦の優勝者はドキドキ1票差でシャンリン選手の優勝やったー接戦だったみたいだなやっぱりか分かってたさ激しい勝負の末 今地区の,のシャンリン選手が1票差で敵下州地区のゲンショー選手を破り優勝勝負は必ず決するものだが票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ2人とも優秀な料理人であることは間違いなし全力を尽くして戦った2人に拍手を観客の皆さんリ・ユエの皆さん大会へお越しいただきありがとう 審判のこの私が試合結果は公平なものであり今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する大勢のご来場に感謝しますまたお会いしましょうああ帰る際は他の人に迷惑をかけないようにそれと忘れ物がないかよく確認してくれ三輪のとこに行ってみよう 今回は私の勝ちだけどあなたの料理一口だけ食べてもいいかなもちろんだ俺にもお前の料理を食べさせてくれ <laughs> さすがだ負けを認めざるを得ない味だよ、はあ、この船長賞もとっても美味しい美味しすぎて涙が出ちゃいそう はは <laughs> 気に入ってくれたということはお前は見る目のある料理人だうん私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの人にとって食は何よりも大切でお客さんがいるからこそ食文化は存在する家庭料理を甘く見ちゃダメだってね <laughs> お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが まさか小さな店の出身だったとは巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだなあなたもね旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょあんなにいい料理を作れるのもうなずけるよお前はいい相手だった機会があればまた手合わせしよううん次は今日よりも強くなってるからね <laughs> <laughs> 約束だぞ 旅人、パイモお待たせ。さっきの料理は食べられたむむむ、その話はやめてくれ <laughs> 審査員に選ばれなかったんだ。気にしない、気にしない。戻ったら作ってあげるよ。本当かやったーああ、そういえば、私と現象に商品を送るから、届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。 高級食材セットと賞金が贈られるらしいのだからちょっと行ってくるね後でまた会おう行っちゃったなまあ嬉しそうでよかったぞあそういえばさっき国政が行幸と一緒にどこか歩いてったな大会に関する用事でもあるのかな後で心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ バーバラいくよミュージック。 あれ浮かない顔だな何か悩み事でもあるのか、うん、旅人ちょっと困ってることがあってねさっきの試合実は現象に票を入れたの国生はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか いいえ審査員として公平は保つべきだわ私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてないでもシャンリンは私の友人だからこのことを彼女に話すべきだと思ってるのけどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれないシャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないしはぁ、あ どうやって言おうかしらオイラは大丈夫だと思うぞ言い方とかシャンリンはきっと気にしないってそれに最終的に優勝したしなみんなここにいたの探したよシャンリンその伝えたいことがあるのえどうしたの料理対決の時は「斧が心に従うように」と。 私の祖父が言ってたわつまり料理で勝負したり私有を消したりする時自分が思った方に票を入れるべきで他の影響は考えず本心に従うべきだともちろんこれは祖父個人の見解だわでも私もそれが正しいと思ってるのだから私はあなたの友人だけど票を現象の船長賞に入れたわ そうよええその通りエビのポテト包み揚げが好きなのいけないかしら真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ大丈夫私は全然気にしてないよえっ国生は自分の好きな方に投票しただけ何の問題もないよ逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょうん わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかなうん <laughs> そんなことはあたし言ったでしょ真面目な国生が一番大好きだってあたしにとって厳しくない意見は意味がないのぬるま湯を求めるのは素人がやることあたしはもう素人じゃないこれから進むべき道や作る料理は 今以上を求めらられるはずだから国生みたいな友達が必要なの逆に国生は責任感が強すぎるよ気にしなくていい時もあるのに国生は七星であり一人の女の子でもある友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃないそれに行幸さんもこんな感じなんでしょ北斗姉さんから教えてもらったんだけど行幸さんとは お互い気を使わない中でたまに船で木々で対局するんだって行光さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ国生もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ旅人シャンリンそそういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわねまだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ どう忘れるところだったぜ早く確認してみよう元気出してよ そしてこれじゃダメだったのかしらそうだぞもうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなってそうだろうシャンリンうん時間があるからもう少し待とうそれにみんな一緒だから退屈もしないでしょそういえばコクセいいお知らせがあるんだこの前もらったレシピなんだけど くれそうなの師匠が試合前に来てくれて欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ今ならきっとその料理を作れるよすぐ場所を探して作ってあげるから少し待っててシャンリンそうだ旅人も一緒に来てくれるんシャンリンのやつ現象に勝ったばかりなのにオイラたちに挑戦するのか 違うよレシピを集めるのが好きなんでしょ旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだそうだったのかオイラたちの考えすぎだったか <laughs> <laughs> 今ヘさらそんなお世辞を言われても <laughs> な何よ料理を作るんでしょ ほら早く行ってきなさい。 メガレシピに書かれてた料理か早く国勢に渡そう私もできたよ一緒に国勢のところに戻ろう戻ってきたぞ私と旅人でそれぞれ作ったよ温かいうちに食べよっかそれじゃあいただきます の顔して私これがあのレシピの味なのね失礼したわシャンリン旅人これを作ってくれてありがとう私が望んでた味だわとてもおいしいしかも不思議な感じがする祖父と過ごした日々に戻ったみたい本当に良かったー さっき言いそびれたけど実は師匠がレシピを解読してくれたときにこの料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの作り方を知っていたっていうことはレシピがなくても作れたのかうん昔お父さんに作り方を教えてもらったんだでもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか この料理だけど私が思うにおそらく祖父が考案したものではないと思うわ私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったのそれと同時に学者でもあったわ古書を収集するのが好きで失われたリーウェの伝統文化にも知見があった幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわさまざまな本を読み 元王帝君が実在するのかどうか話し合ってた果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど祖父はこう言ってたわ本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ祖父が亡くなった後私は成長して七世の一員となった それ以来元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すのそして書斎にあった手記のこともこのレシピは祖父の手記から書き写したものであの人がよみがえらせたかった古き時代の料理ただ残念ながら あの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた本当に懐かしいあの頃食べていた味に似てるわ古き時代の料理この蒸し饅頭そんなに長い歴史があるのか私のお父さんはそのまたお父さんから教えてもらったんだってこの料理は しの家に代々伝わってるらしいようちではピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ家庭でも作りやすいし持ち運びもしやすいから特に旅先で食べるのにぴったりなんだよあらあウオーパーを見てたら思い出しちゃったグオーパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。 グパ私とグオパーはある洞窟で出会ったのその日洞窟で雨宿りしてたらそこに祭壇があるのを見つけてピリ辛虫しまんじゅうをお供えしたんだその後、うっかり寝ちゃったんだけど目が覚めたらグオパーがピリ辛虫しまんじゅうを全部食べちゃっててねそれ以来この子はずっと私についてきて。 今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら、遺書を見ろ。爆発した。ここれは。クーパー、どういうこと？んあれ、ピリ辛ラム饅頭はもう食べたようじゃな。師匠、今や、み見ろよ。 この心臓まるでグオーパーみたいだぞほっそうじゃ何せグオーパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからのグオーパーが魔人あれ、ね、にぎやかさがかまど身を蘇らせる鍵となるかどうかわしに聞いたじゃろ あれの答えは「是」でもあり「非」でもある。かまど神は民を思いそして人々の願いをかなえるため身を粉にしてきた神この神にとって心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術才能経験のこと。 しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理を決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが 国勢があの料理を食べた時心の中の願いが満たされたのじゃそして求めていた答えだけでなく大切な祖父との思い出もよみがえったその願いがかなった時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴しかつての姿となって地上に現れたのじゃ当然 釜戸がみそのものは心臓の中にいなかった。みんなのそばにいたのじゃからな。ああ<ー>、全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ？見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？おちょっと待って。クオパー,ーに何があったの？もしかして今のクオパー,ーは昔と違うの？ かつてこの者はリーウエの大地の守護神じゃった今はシャンリンのグオパーじゃがの過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げられておる魔人が力を大地に捧げるそういった伝説は聞いたことがあるわでも一体どうやって大地が直面してきた機難や試練は 子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ大干ばつ洪水豪雨暴風地震津波火災病理ゆえの地から災害が完全に消え失せることはなかった過去に現れなかった災害も後になって生まれてくるその影響をもって とも受けたたたのののが、人人肉体を持たない凡人だったのじゃかまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ家を建て火を起こした理由へに最初の光を灯したのも幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃ 人々はすでにかの者の,のことを忘れてしまったじゃがかまど神が存在した時代人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよかまど神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。 ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった千年前人々は平野に集落を作りそこを霧州と名付けたかまど神はいくもの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃじゃがある日 洪水が故郷を奪ってしまう人々は南下し林遊江港へと逃げたその旅は嵐に見舞われ数十日間にも及んだそしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ寒さをしのげ 持ち運びに優れた料理をそれから数百年の間大地は災害と疫病に見舞われたかまど神はそれらを鎮めるため力を大地へと捧げたのじゃ力を使い果たしたかまど神は知能が下がり 別れときには人よりも小さくなっておったそして幸福をもたらす料理とろカの神王を帝君とわしに告げると長い眠りについた。 再び目が覚めた時少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べその味に懐かしさを覚えて共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後露天で物を売る人料理をする人と日常が戻った。 かつてのリーウェのようにも天地の恵みにより雨と風の祝福を受け山海が歓喜する星が巡り世は繊維したが世界の本質は変わらない。 名を馳せようと職工を頼りに進むのは大事なことよ婚若の所持は激動に流され新たな才能現れた食とは人にとって気持ちを高めるものなぜなら 食べるということは市場の霊気をいただくものであり飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから同時にそれは最も重要なことでもある人は生きていく以上空腹を満たさなければ力が出ないそして食べるということには 大きいものから小さいものまでさまざまとある小さいものとは米一握りを食し岩に流れる水を飲み腹を満たすこと大きいものとは月と星の甘露を壺で飲み千年の道を導くことうるきともよあなたが眠っている間 ゆえはすっかりとにぎわい美しくなった嬉しいかのうグオッパーこんなに大事なことなんで教えてくれなかったの、えー、もう昔のグオッパーじゃないんだ話すこともできないから伝えられなかったんだろう <laughs> グオッパー 来なかったら… <laughs> シャンリンシャンリン悲しむ必要はない何事にも裏表があるグオパーはかつての知性を失ったが悩みのない生活を暮らせるようになったこの世ですべての悩みから解放されたものなどおらん わしらは知恵と心を持っているゆえ自然とさまざまなものに惑わされるそしてかまど神は知恵と勇を併せ持っておった前線で戦ってきた分今は休ませてやろうこうして何のしがらみもないのは休めている証じゃこの子をもっと大切に 一緒に旅をしてさまざまなものを食べ世界をまわってあげなさいうん必ずそうするシャンリンは仙人と縁があるのねグオーパーもシャンリンを認めてるんだわ長い眠りからさめた瞬間ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれたいくら時がたとうともグオーパーは自分が考えた料理を覚えていた そしてシャンリンが再現して作った料理を認めたそうじゃ故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる昔のことを思い出せなくともグオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えたじゃからこそシャンリンについていったのじゃ。 かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわねシャンリンって本当にすごい料理人だわうんそうだといいなお客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だからさて時間も遅くなっちゃったわね私は他に用事があるから先に失礼するわ旅人パイモンシャンリン ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわお父さんはもう知ってるかもしれないけどこのことを帰って教えてあげなきゃ師匠も久しぶりにうちでご飯を食べないお父さんは師匠のことをよく心配してるの師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだそうじゃったか。 ならお言葉に甘えてご商ょに預かろうかのうさあこの古い道をゆっくりと進むんじゃ山を下りてリーユエの皆の様子を見てみるといいせ お前か久しいな友人よわおやおやあなたもここをお散歩してたのかいこの時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな散歩とはいいものじゃわしらが開口する機会を与えてくれたグオパーはあなたのことがわからないが それででも喜んでおるクーパーいろんなことを忘れちゃったのにそれでも親しい人を感じ取れるのか友情とは元から時代を超えて存在するものだ旅人付き合いという言葉についてどう思う名月を見上げればすべての思いが込められていることがわかるこの感情と風景の中 星々に照らされ月を追って思いを馳せる亡き友の恩を感じ古き友の情を受け時の真意を追求し先週の城を周遊するこれら全てを月追いというわしは随分と年をとってしまったから何を見ても干渉に浸ってしまうしかし子供たちを見ていると。 そこに美しさを感じじ取れるんじゃ。豊かな生命力が地下から湧き出るようにこの一千万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい旅人あなたに見届けられたこの月酔い祭はさらに面白いものとなった シャンリンにお茶を入れてもらうといい。ゆっくりとお茶を味わいながら。思う存分。語らうといいじゃろう。